柿が美味しい季節になりましたね。柿プリンいつ作るの？今でしょ。はい、皆さんこんにちは、ももかチャンネルです。はい、はい、今回は久々のお料理動画です。イエーイ。今回はね、ネットで見つけためちゃくちゃ簡単に作れちゃう柿プリンを作りたいと思います。イエイ。で、普通のプリンとかって卵とか牛乳とかを使って蒸したりするんですよ。意外と手間がかかって大変なんですけど、今回作る柿プリンはなんと蒸すこともなく卵も使わず材料が3つだけで作れちゃいます。驚きものき、使う材料は3つだけです。1つ目は柿です。2つ目は砂糖です。そして3つ目が牛乳です。なんと今回の柿プリンはこの3つの材料を混ぜ合わせて冷やすだけで、なんかこの柿のなんとか成分と牛乳のなんとか成分が理科的な化学反応を起こして、なんとプリンになるらしいです。まあ本当かどうかわからないですけど、今回作っていきたいと思います。まあね、今回柿プリンということで柿を容器にしたいので、まあね、蓋になるように蓋の部分みたいな感じで切っていきます。よし、種が見える。で、中をくり抜いていきます。で、もちろん種は省いてください。はい、こんな感じでくり抜き終わりました。感じかな、こんな感じでくり抜けたら OK です。取れた中身はこんな感じです。美味しそう。続いてはこちらのね、さっき切ったものなどをフードプロセッサーに入れて混ぜ込みます。そしたら次は牛乳を入れます。そして砂糖を入れます。はい、2、3分これで待ちたいと思います。はい、こんな感じでいい感じに混ざってトロトロになりました。はい、それではね、今こういう風にねトロトロにかけ混ぜたものをこちらのさっきね切った容器に入れていきます。量もちょうどいい、いい感じ。こちらの容器に流し込んだら空気を抜くために優しくトントンってる。そしたらこちらをね冷やします。だいたいこれね 2、3 時間くらい冷やすとできるそうです。冷やしてきます。はい、やっと 2、3 時間経ちました。出来上がりがこちら、バン。はい、こんな感じのね柿のプリンが完成しました。見た目もねいい感じでちゃんと容器っぽくなっていてよかったです。はい、それでは食べていこうと思うんですけど、お好みでキャラメルソースと生クリームをつけても美味しいということなので、まあ、全部私はつけたいので、まずは、ね、この味、普通のね何もつけずに食べていきたいと思います。いただきます。はい、近くで見るとこんな感じです。すごいいいですよね、秋にはぴったり。じゃあちょっと早速ね、固まってるかちゃんとプリンっぽくなってるのかサクッといきたいと思います。いただきます。ちゃんとプリンになってる。お、すごい、なんかムースっぽいですね。見た目はムースっぽいですけど味はどうなんでしょうか。いただきます。うわー、めっちゃうまいです、はい、なんかね本当に固まるって不思議ですね。なんか滑らかなプリンっていうよりも、まあ、ムース的な感じでした。すごい美味しいです。で、味はもう完全ね丸々柿を食べてる感じで、すごい美味しいです。続いてはカラメルソースと生クリームをつけていきたいと思います。じゃあまずカラメルソースだけ。
うわ、美味しそう。こんな感じ。じゃあ、いただきます。これ、嬉しそうだね。最初もともとの味は結構さっぱりめで、すごいね、大人の方にもぴったりだったんですけど、うん、これ入れた瞬間子供向け甘い甘いパラダイスになりました。これに生クリームをつけたらどうなるんでしょうか。生クリームパス。はい、変なテンションになってる。おー、うまい。一言言います、これは売れます。生クリームとかキャラメルソースをかけるとめっちゃ美味しくなります。甘いもの好きの皆さんにもおすすめです。しかも今の季節めちゃくちゃ柿売ってるじゃないですか。なのでね、作るのは今でしょ。とにかくすごいね、さっぱり系のものが好きって方はキャラメルとか生クリームはなしで食べても美味しいし、甘いの大好きな方は生クリームもキャラメルも入れちゃえばもうもうバッチリで。しかもこんなに簡単にすぐできちゃうので、すごいおすすめだと思います。これね、多分小さいお子様でも簡単にね、作れちゃうので、お母さんにプレゼントしてみてもいいかもしれませんね。ぜひ皆さんも気になった方がいれば、すぐ簡単に作れてめちゃくちゃ美味しいので、作ってみてはどうでしょうか。それでは皆さん、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら。ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして、今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。